島岡敏夫と言います。店の名前は兵庫市甲五堂っていう名前を使ってます。作業の内容は掛け軸を作ったり修理したり額、あと襖、まあ和室の内装全般の仕事をしています。まあうちのおじいさんが、まあ、この仕事を始めて去年でちょうど90周年でした。おじいさんの後うちの親父が後を継ぎで、私がちょうど25年前にこの家に帰ってきて親父と一緒に仕事をしながら、まあ10年前に親父が退いたんで、まあ実質的に後を継いで、まあ、この仕事をやっています。はい、兵庫市さんのお家に弟子入りをして、で5年間修行してで帰ってきました。今やってるのはやっぱり日本の文化をつなげていってる仕事やと思ってるんで、なかなか日本の文化と言いながら日本の文化を知らん人もたくさんいらっしゃるんで、できたらそういう人にもこの日本の文化、まあこれ私は掛け軸とか兵庫関係だけやけども、これはやはりその日本の文化、和室また日本建築の中の一つの部分でしかないんだけども、それがなくなるとその一つの大きい文化というのがやっぱり成り立たない存在であると思ってるんで、それはやっぱり皆さん認識していただけるように広めていくのも自分の仕事かなって思ってます。できるだけいろんな方に訴えはしてますね。日本の文化を残していただきたい。その日本の良さっていうのを外国から知らされるっていうこと多いから、できれば外国からこう日本の良さっていうのをアピールしてもらって、日本人が再認識できるような手助けしていただけると嬉しいなっていうのは、この仕事をまあ自分なりに誇り持ってしてるし、だからそういうものに対してやっぱり認めてくれる人が増えれば嬉しいなっていうのは思います。